あ、いた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 。久しぶり。はい、というわけで、はい、始まりました。社長で一歩引いたやん。今日は京都に来てますね。京都に参りました。何をしに来たかというとね、この、まあ、以前も一回あるんですけど、この京都鉄道博物館というね場所にね行こうかなと思うんですけど、電車って言えば身近なものなんですけど、そのね一体どういうものなのかっていうのをねちょっと案内したいなと思います。お願いします。はい、じゃあ行きましょうかね。早速レッツゴー。はい。来ましたよ。ちょっとすごい SL 新幹線ね。外もあって、うんうん、現在地がどうかな。現在地があ、ここか。まあ、いろいろあると。そうね。で、これは2階だね。うんうん。新幹線、昔の覚えてる、これ。私、お母さんの実家、うん、が大分だから、乗ってる。小学校の時に1ヶ月ぐらい夏休みになったら乗って九州行ってたから。はい、入ってるよ。わっ、何これすごい。たぐらい上についてるやつね。あ、バチバチって叩くやつか。そう座席が。あ、その当時の、日本人の体に体型に合わせたサイズなのかな。あ、ちょっと細身ね。うん、でもこれでも快適性と乗り心地を追求したっていうことだからね、今がどんだけ贅沢だったなのかっていうのがわかるよね。うん、よし、すごい、ね、こっちが運転席ね。すごい、出発進行。違うよね、新しくなって。これちょっと前、昔の。仕事なんて。なるほど。広いね。青森行きだ。乗務員室。ここでお知らせです。
スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。すごいね、これ。これは何やろ。これも新幹線。これ新幹線ね。これ見たことあるよね。これなんか見たことある。コーンガッテル。すごい。触れることとかないもんね。ないよね。すごい。でかい。でかい。ねえ、結構。なんかすごい、電車上がる。結構。どうしたら動くんだって。燃料庫。いきますよ。いいですか。はい。はい。すげー。すごい。あ、こっちだね。反対なんで、こっちですね。あ、これも運転さ、運転できる。おっと。すごい。は。すごい。行きます。これ三菱よ。あ、本当だ。すごい。我らが三菱。中身がいいね。ね。出航できる。あ、いた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 。うわあ。すごい。お疲れ様です、はい、ちょっとどうなるかと思ってました。何をする、何をさせられるんだろうと思って。ちょっと上からじゃなんか分かんないね。何か分かんない。なんだろうな、食堂車でな、なんだろうな、何時だったかな、なんか機関室みたいな感じかな、なんかエンジンが。出た出た出た。行きます。はい。あ、で出てきましたよ。出て。もう一回使うとちょっと問題が出てくる。起こるのかな。この切符は使えません。うん、うん、
電車行こう。電車 SL 蒸気機関車、蒸気機関車祭りやん、これすごい。実際に走ってたやつなのかな。ですな。すごい。すごい。もう今頭の中トーマスが流れてる。入れんからね。そうだね。うわ、これめっちゃ映えるんだけど、ここ。このシーン。そう。ほんまに。トップにする。あの、ねえ。YouTube の。うん。はい。はい、お疲れ様でした。今日はね。ちょっと回りましたけど。だいたい回って1時間半ぐらい？そうだね。あっという間だったわ。そう、もう閉館時間ということで。ちょっとスタッフの人がちょっとそわそわしながらね、向こういつ出るのかと。え、あれ向かいですか、いくみちゃん、あれ、あれ来た明日もあるし、はい、というわけで今日はね、はい、終わろうかなと思いますね。またよろしくお願いしますね。こちらこそ。ほんま来るで、これヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。